あとゆきさんも喋ればいいですね。うん。北島さんの北島三郎さん、北島さん、あ、北島さん、北島さんっていうなんかお菓子屋さん丸ボールとか、北島三郎、北島さん、友達、うん、あ、お友達じゃない恋人？恋人？うん、はい、あんまり内緒にしたかったですよ。あ、ごめんごめん。佐賀の皆さんに一言。お、あのタイミングで怪我して、本当にやばいなと思ったんですけど。うん、まだ抗ってみようかなというか、そのまだいけるかもしれないと思って、その立ち上がろうとしたけど、うん、やっぱり立ち上がれないというか、うん、でもやっぱりオリンピックはすごい目標としてきた舞台なので、うん、